はい、今日も皆さんとこの動画を通して出会えたことに感謝します。で、今日はやはりですね、2025年問題、実はこうずっとこうやってくる、波押し寄せてくるこう情報があるんですね。その情報をダウンロードして、やはり皆さんにここでお伝えしておきたいと思っています。そして、ぜひね、最後までご視聴いただき、最後にはね、その2025年を超えた世界についても、ちょっとワークを取り入れながらお伝えしていきたいと思いますので、ご覧になってくださいね。それではどうぞ。はい、こんにちは。穴口恵子のハッピースピリアルライフにようこそお越しいただきありがとうございます。はい、やはりね、いろんな情報が行き交って、もしかしたら本当に、自分は大丈夫なんだろうか、このままじゃ自分はやばいかも、なんかいろんな不安や、ね、恐れ、混乱、混沌した状況の方もいるかもしれません。で、そういう意味で、私自身が、多次元チャネラーとして、宇宙人とコンタクトをするものとして、この地球ですね、自然界とコンタクトをする、存在として、この情報を、来たことをですね、やはり、こう迷ったんですけれども、こう伝えるべきことは伝えたいなと思っていますので、今日はその話をしていきたいと思います。はい、まず地球と、あなたの関係性ですね。この2025年問題が発生してから、あなたはもっと本当に自分の命をどれだけ大事にしようかと考えたことはありませんか？そういう意味で、自分と関わる集合意識がこの地球の現実を一緒に作っているという、あなたは加担者ということをね、もう一度自覚してほしいんですって。そのために、コピの予言もそうですし、証言さんの話もそうですし、いろんな霊能者の方も言っているんですけど、本当に本当に、パラレルワールドは複数2025年も存在しているということにまずは目を向けてください。で、そんな中で、A、B、C、D、E、 本当に100人の、ね、2025年に対して情報を受け取っている人は100通りの、どこか似てるけど100通りの意見があるんです。とならば、本当の意味で真実を掴んでいるのは誰か。この2025年問題を通してね、何が起きているかというと、本当に風の時代の本格的なスタートが11月20日から始まっていくんですが、今年本格的に始まった時にどんな状態でいるかで、見えてくるパラレルワールドが変わってきます。だから人によっては、あらゆる情報を自分の中に取り込んで残っていたら、もう余すところね、もう1年も自分の人生がないと思うぐらいの、もう最高の人生を送るっていうことを決めてほしいって言われてるんですよ。それで、その亡くなるからそうするというわけじゃなくて、そのような、自分の、ね、足元に火がつかない、お尻に火がつかないかな、あ、どっちだ、どっちでも、そう、要は自分の、一番、緊迫したこの環境に至って自分が選ぶっていうね、もう選ばざるを得ない環境というものがあなたをどう変化させていくかっていうところが大いなる、ね、計画の中にあるんですよ。はい、だから、そういう意味であなたは2025年のね、この課題が突きつけられている時に、ああ、もう私の人生はこれで終わるんだと思うぐらいの命を最も最高最善で生かしたいっていうところに、人類をある種追い込まれている感じなんですよね。で、追い込まれることによって、純粋にあなたがどうしたいか、もうこれでね、もうね、人生が終わるんだっていうことを、自分が思った時の行動が未来を作っていくんです。だから、そういう意味で2025年の7月5日以降の人生というのは、もうあなたが 100% 自分の命を生かし、私が言っている無限進化した自分へと、シフトするための、その最悪シナリオのパラレルワールドを、先住民もね、そして先住民から伝達された人も霊能者も伝えてくれてるんです。
で、それってすごく重要で、私は多次元チャネラーとしてね、これほどまでに私たち一人一人が立ち上がって命を思いっきり燃やし、一番自分がやりたいことが何なのかっていうことを決めてやり通せるエネルギーが盛り上がって本当に使えるかっていうところの、いわゆる正念場といった方がいいのかもしれませんね。だから、2025年はあなたが選んだ恐怖をもとに選んで、もう一貫の終わりだから何をしても同じだから何もしないというふうに終わるのか、もう自分の人生これで終わってもいいんだというね、もう何の、思い残すこともないぐらいのエネルギー、情熱、そして全存在をもうこの地球上でもう最高の、未来を作って、ね、残った時間を過ごすぐらいのその状態でいるからこそ、その2025年超越して新しい地球に完全に移行する可能性を見出せるんです。だからぜひですね、もう自分は何もできない、もう一貫の終わりだからどうでもいいやという投げやりな命を削るような生き方をやめるっていうメッセージなんですね。で、そしてそこでもう全存在をかけてこの時間だけが残されたというエネルギーを何にあなたは投じていきますかみたいな、そこがめっちゃ肝心要のところなんですね。それを本当に伝えたいからこそ、そのような、未来の予言的な情報が行き交って交差して、その、あなたを、いろんな意味で、どうしようどうしようって混乱させ、でも結果的には自分が答えを出すんだよ、そして思いっきり命を燃やすんだよっていうところへと行き着くかどうかっていうところなんですね。だから、真に、未来のハイヤーセルフが今目の前にいるとしたら、ちょっとそれイメージしてほしいんですよ。もう、2025年の7月5日を超えたその未来にいるあなたからの今メッセージが目の前にね、未来のハイヤーセルフがやってきて、あなたに何を伝えているか受け取ってほしいんです。それが今やってきているんですね。過去現在未来もすべてあなたの内側潜在意識にあります。そしてその未来のハイヤーセルフはあなたに、無限神として生きるためにあなたはこのような状態で日常を送っているんだよ、それを受け取ってみてください。あなたという存在が無限にあなたの命を燃やし、全身全霊であなたと関わり向き合い、覚悟を決めた先のその未来のハイヤーセルフが無限神となったあなたへと情報を届けてくれています。さあ、このね、プチワークですけど、結構これ日常的に行うことで、そのね、今日の自分が本当に最高だった状態から、もう近未来の、ね、自分という、無限神と共にある自分の、との語り合い、ね、時間を過ごすっていうのがすごくこれからもね非常に重要になってきます。今日このようなプチワークをしたのは、皆さんがどんな風に何を持って一日を、ね、大切な一日を送るか、それ次第で、未来は完全に変わった世界です。ぜひ皆さんもね、今日受け取ったことをベースに、最高の無限神が繰り広げていく最高の地球上でのね、人生をね送っていただきたいなと思います。はい、今日も穴口恵子のハッピースピリチュアルライフでした。あなたも全てがあなたの中にある、絶対に大丈夫。ありがとうございました。